わったな、やりきったね。うん、やりきった。あとはもう若い者に任せますわ。ありがとうございます。お疲れ。今シーズンなかなか思うようにいかなくて、まあ、自分もチームに貢献できない時間が長かったんですけども、東京ヴェルディっていうチームがこの先また偉大な先輩方が作ってくれた、歴史的なチームだと思ってるんで、ただ一回この J2 で一番下の方まで下がってしまったこのチームがもう一度 J1 で優勝できるようなチームになったら、というかなるチームはこのチームしかなくて、こんなに映画のようなストーリーを持てるクラブはヴェルディしかないんですよ。一回あんなに輝いたチームがこんなに下まで落ちて、もう一回 J で優勝できるようなチームに俺は本気でなってほしいと思ってます。僕はこれからも皆さんと共に東京ヴェルディのことを応援していきます。ベガルタで育ってもらった7年間がなかったら本当にここまで来れなくて、だけどヴェルディに帰ってきてこうやって皆さんに支えてもらって素晴らしい人生になってます。なのでこれからもみんなでこのヴェルディを支えてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。オフィシャル乗ります。ありがとうございます。TNFC が出だし、カップだけだし。それ広告っぽい。